キジマアスカの幸せ全開ウェディングドレス姿には中島健と彼女ほか続々祝福。テレビマン他見近婚芸能人の事情。モデルでタレントのキジマアスカ28が7月5日、自身のインスタグラムを更新。映像ディレクターの男性と結婚したことを発表。お相手の年齢は9歳上だと4日配信の週刊女性プライムに報じられている。 木島は花束の写真と白いウェディングドレス姿のバストアップ写真を投稿。幸せ全開の笑顔を見せている。私事ではありますが、先日、映像ディレクターの生ト結婚いたしましたことをご報告させていただきます。今後とも支えてくださる皆様への感謝の気持ちを大切に、講師ともどもより一層精進してまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。 日ごとに暑さが増しているので、どうかお身体を大切にお過ごしください。綴っており、コメント欄にはファンだけでなく、TBS のうないりさアナウンサー、32や、タレントの朝日ナーあや、30と3代目 J ソウルブラザーズの山下健次郎、39、夫婦、中島健と、30、と交際報道があり一部では、結婚も近いと報じられている元 E-Girls の悪いな。 30など多くの交流のある有名人が祝福している。木島と和潮はゲーム友達ということだ。木島は ZIP。日本テレビ系でお天気キャスターを経て準レギュラーとして活躍していることもあり、番組公式アカウントもおめでとうございます、と綴っている。木島さんは仮想恋愛バラエティ番組私たち結婚しましたシーズン4アベマ。 2022で俳優の久保田裕樹さん43と仮想の結婚生活を送って SNS で話題になりましたがリアルでもゴールインしたということですねお相手は映像ディレクターということですが島さんに限らずタレントはテレビマンやスタッフなどと結婚するケースが目立ちますよねワイドショー関係者女性タレントとスタッフとの結婚の代表例としては妹あ子三十八が 世界の果てまで一手9日本テレビ系のロケで苦楽を共にしてきた石崎をディレクターと恋愛に発展し、2019年に結婚している。元 AKB48 ののろかよ40は5歳上のテレビディレクターと2020年に結婚。出会いのきっかけは、坂上忍57が司会の番組で、スタッフとして置いているところを見て素敵だなと思って、と、 ダウンタウンナウ、フジテレビ系、15年4月、21年3月で明かしていた。婚姻届の承認欄にサインしたのも逆上だったという。お笑いコンビニッチェの近藤久美子、41は、俺が、さんまのお笑い工場委員会、フジテレビ系の藤本大輔プロデューサーで、21年に同番組で結婚式を開催し、明石屋さんは69、らに祝福された。 交際期間は約1年。出会いのきっかけは、同番組にニッチェが出演際の打ち上げだと番組内で明かしていた。2019年に結婚した女優の新川優愛、30のお相手は、仕事を通じて知り合った救済場のロケバスの運転手。荒川が10代の頃から面識があり、結婚3年前に荒川からアプローチをかけたことを明かしているなど。 女タレントが仕事先の男性スタッフと結婚に発展するケースは少なくない。その理由について芸能プロ関係者はこう話す。シンプルな話で多忙な芸能人、タレントほどプライベートでの出会いの場がんですよね。ドラマで共演した俳優同士が付き合うことはよくありますが、バラエティやモデルなどを主戦場にしているタレントは、そういった機会はない。 それこそ結婚前の妹さんは、スケジュールの大半が、1.9の海外ロケでしたよね。そうなると番組や撮影のスタッフが最も身近な存在となるわけで、妹さんもそうでしょうが、野呂さんや荒川さんのように、頑張って働く姿を見て恋心を抱くと。また、二人の間には多くの共通の関係者もいるわけで、信頼の置ける人なのか。 疲れている人なのかと人間性も伝わってきやすい。だからこそ、ちゃんとした交際に発展するケースが多いのでしょうね。おそらく木島さんも同様の感じではないでしょうか。仮想恋愛バラエティ番組、私たち結婚しました。でのお似合いぶりから久保田とガチ交際説も上した木島だが、現実ではしっかりと本命と愛を育んでいたようだ。 鷲尾は木島をアスポンおめでとうと呼んでいることから、仲の良さが感じられる。